ワウスクイーン。はい、というわけで、今回も節目の回ということで、恒例となっておりますお便りコーナー行きたいと思います。ペンネームリーペさん、いつも楽しく拝見させていただいています。ありがとうございます。今後できたらゴッドシリーズ専門の実践動画を見たいです。また実践中にシーサさんの最近あったことなど雑談的な要素も入れていただけると嬉しいです。そうですね、結構ガイド日記は、実践番組ではございますが、なかなかこう僕がプライベートに触れたりとか最近あったことに触れたり雑談的な部分っていうのは少ないですね。逆に今日みたいな生放送なんかはですね、直接こうユーザーの方との視聴者の方とのやり取りあるんで、生放送は逆に雑談の方が多いんですよね、実践のことよりも。そうですね、これは私自身はいろいろ雑談も入れていきますし、また制作の方でも盛り込んでくれたらいいかなと思います。そのあたりは検討しながら今後編集に努めてまいりますというところですかね。ありがとうございます。はい、続きましてペンネーム K さんです。シーサさん、お笑いは好きですか？どんな芸人さんや分野が好きでしょうか？私は漫才が好きです。もうすぐ M1 があるので楽しみです。そうですね、僕大好きですよ。もうお笑いは大好きです。そうですね、僕はもう大好きなのがやっぱり2人組の漫才、あとまあそのコント番組とかも好きですけどね、まあ、最近特に好きなのが、博多華丸大吉さん、まあ、もちろん地元福岡の芸人さんということもありますけれども、やっぱりあの方たちっていうのは芸人さんとしてももちろんですが、なんかやっぱ人として僕は尊敬してます。はい、というわけで今回もですね、たくさんのお便りありがとうございます。次回は大きな節目第600話、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ローズスクリーンのシーサです。さて本日は福岡県筑紫野市にございます司筑紫野店さんにやってまいりました。今日はですね、抽選番号から、まずこちらです。はい、今日は10番目、この筑紫野実践では珍しく早い番号が引けました。さあ、そして今回は590話の節目の回となっております。まずは前回589話までのトータル出生を見ていただきましょう。こちらです。はい、第581話からはですね、今回は7勝2敗と、まあ、2回負けましたけれども、結構こう順調というか好調な11月実践が続きました。そして今回の節目の回は、収録、そして同時に今日は街道日記の生放送も、行われますので、ちょっといつもとは違う節目の回になるんですけれども、いよいよ大きな節目第600話も近づいておりますし、まあ、その時もですね、収録プラス生放送という形になる予定ですので、まあ、それを見据えてという感じでもあります。それではシーサの街道日記第590話、節目の回、よろしくお願いいたします。はい、おはようございます、よろしくお願いします。さあ、やってきました司筑紫野店さんでの締めの会、すごいですね、この島の中央通路、創業52周年と。おはようございます。まずは座れるかな、取れました。今日はこちらを狙っていました。メタルギアソリッドスネークイーターです。さあ、締めの会、まあ、結構節目といえばハイスペックの機種、純度の高い機種に行きがちなんですが、割と街道日記では勝ててる機種なんですよね。そんなに大敗をしてないというか、まだ負けた記憶がないですからね、ありだと思います。メタルギアソリッドスネークイーターガブよし、行きます。ちなみに、ノーマルモードですね、モードはこういくつかありますが、ノーマルモードで打っていきます。腹は見てないか、
さ、あんまりこう実際回数の多い機種ではないのをあえてこのスメロカ選びましたが、あ、音大丈夫ですかね、ちょっと声が聞きづらいとか、あ、明るさ下げます、明るいですか、ちょっとあの聞きづらいとかあったら、あ、そっちじゃない、明るさそっちすみません、デコが眩しい、え、早くもさあ、なんでちょっと実践の方に話を向けますけど、なんでこのメタルギアソリッドを選んだかですね、こちらも空いてたからじゃなくて、これを打とうと思って入ってきました。あの生放送、先月も先々月も何度かやらせてもらいましたけれども、まあやっぱりこう打ってる中でいろんな展開を皆さんと一緒に見ていけた方が面白いなと思ってる時に、やっぱりこのメタルギアソリッドの面白いところは ART 中の展開をこうプレイヤー自身が作っていくというところで、デキレースではない本当にこうマイゲームマイゲームの成立額に応じて展開が変わっていく、このシステムを生放送の中でやっていきたいなって、そっから面白いだろうなと思っておりまして、今回選んだ次第でございます。こっちだ、で、あとは割と結果も残せている機種なので相性もいいのかななんて思っておりますけど、お腹すきました、早いですね。朝ごはん食べました、皆さん朝ごはん食べた、食べた、何食べました、パン、ご飯、パン、パン食べました、食べました。今日はですね、あのメンタポテトスティック、メンタポテトスティックと濃厚チョコクロワッサン食べてきましたよ。カレーライスですか、あ、早くやっときたか。さあ、ここはジャックチェリーですね、ジャックチェリー1枚焼く、卵のサンドイッチ、鉄板ですね。あれ、ジャックチェリーですけど、ここは頭に来ましたね、黄色。まずは通常時出会いからミッションを目指していく形になりますが、バータスミッションとサバイブミッションですね。バータスミッションはまあ全国ステージ、サバイブミッションとなれば自力チャンスとになります。さあ、発展先はアテナパーセント。さあ、ここでチャンスの所得になるか、ちょっと出会いが続きますね。あっという、チャンス目来た。この演出自体はジャッジからですが、さあどうでしょう、あ、いた、今のチャンス目で書き換えがあったというか、ジャッジリで言ってたんじゃないですかね。バーチャスミッション突入です、前兆ステージ当たってないかな、これ。バーチャスミッション、そこの方救出せよ。さあ、初当たりのチャンスですよ。ここはグレイトが出ればチャンス、アメージングが出れば熱いですね。1人目、あ、これでグレイト以上です。グレイトかアメージング、スコープ、あ、グレイト、ここもグレイトかアメージングなら、あ、グレイトはアメージング、これも発展先がヘリならかなり熱いですね。アメージング来た、グレイト、グレイト、アメージング、これは熱い。さあ、そして、あ、ヘリだ、これもらったでしょ、え、ジャックリーから行ったのかな、やばい、これは当たるやつです、はい、当たり、当初は現在4本ですね、200枚、弱点っぽいですよね。まあ、その後消化中チャンス目ありましたが、あれで書き換えられたという雰囲気もなかったので、おそらくは弱点当選ですかね。さあ、ここはディジボーナス、あとは ART に突入させれるかどうかですね。はい、ビッグボーナスになります。さあ、ここは消化中の7ドロイで ART 確定です。ディ
応チャンス告知と関連告知がありますが、僕はこちらシアター BB で行きます。チャンス告知ちょっと君だ。ボーナスゲームはラスト5ゲームですね。あ、一応ボーナスあと5ゲームで終わります。あ、離らなければそのまま行きましょう。準備だけしときますね、もし音が悪くなった時のために。結構僕はこの筐体の音が入ってきた方が臨場感があっていいかなって思うタイプなんですが、いかがですかね。結局7を狙えるカットインもありませんでした。121枚 ART は一等戦のボーナスという結果でしたね。はい、そう、台のねボリューム調整ついてないんですよね。台の音に負けないように大きい声で喋っていきます。結構声大きい方なんで大丈夫かな。なんかしっかり朝ごはん食べたじゃないですか。今日お腹空いてきました。パー君お腹空いてきました。どうしましょう。パー君ガチなんか食べたいものガチで言っていいですか。まあ、買ってこなくていいですけど、今食べたいのはフレンチクルーラー。フレンチクルーラー悪くないやん。これねすごい大きいシュークリームなんですよ。これめっちゃ大きいですよ。一回生放送でもあのありますよ。これどうですか。大きいでしょ。ほら見えます、めっちゃ大きい。これぐらいあるんですよ。これぐらい、これぐらい。じゃあ早速なんでちょっとすいませんね。やばこれね、まだクリームにたどり着いてないんですけど、もう皮を食べた時点で、あのメロンパンの外側が好きな人が、メロンパンの外側が好きな人がメロンパンの外側を食べた感じ。さあ行きます。現在3回目のボーナス、レギュラーボーナスでしたが、それを消化した後500何十点まで消化してます。また油断しとった。キョウテリーやキョウテリー。あーパー君走って行ってきてくれたんですか。なんだこれは。え、ミスド行ったんですか。これやばー。ちょっともうスロットどころじゃなくなってきた。さあもう見ただけで美味しそうでしょ。なんだろう、ラズベリーかな。ラズベリー、いきます。今ここ強手に引いてますからね。強手にすいませんね。食べながら実践するなんてなんで行儀の悪い。この辺りドーナツって美味しいですよね。もうこの世の天国ドーナツがあればもうな、それだけで幸せになるって。やっぱドーナツってすごい食べ物だと思いますよ。考えた人はもうすごい神様みたいな人です。あ、もう1000枚使った。1050枚。オールドファッションもいいですね。1050枚目。じゃあのパー君、実はですねパー君が戻ってくる前にシュークリームの差し入れいただきまして、かなり美味しい大きなシュークリームありますので、これあの僕の分とまだ別にも入ってたので
あとで上げますね。さあ、ここから再びパーフェクション。そこの子を救出せよ。さすがにここはね、もうシュークリーム食べてドーナツ食べてお茶飲んで当たりも見せれなかったら本当にお前何しに来たんだって話になりますよね。でこれが終わったらどっかご飯食べようって言うんですもんね。食べに来たんかっていう話ですよね。あ、ここもグレート来そうですね。パー君、パー君やっぱあんたすごいわ。当たったよ、ここは。それから先ほどシュークリーム持ってきてくださった方、まあ、本当にありがとうございます。やばい、まあ、こういうのを見せると、終わりだ。ええ。ゲーム超えちゃいました。これもいないな。そうですね、まあ、いつもの動画だと全部ここまでのこの2時間ぐらい全部カットされて、その後投資は1500枚とか2000枚というのをもうテロップ1行でこの間埋められますから、生放送はねテロップ1行ではなくしっかりここも配信できてるので僕は嬉しいですよ。ゲームいっちゃいました。でかしなく、そっちの様子、断面の治療については何でも聞いてね。さあ、頑張って。パチンコで1万発出せば終わりです。だからまあ2000枚まで出たら4点やってるものであるって思っちゃってる自分もちょっとバカかなと思ってますね。さあ、ここで来ました、サバイバルミッション。ここはチャンスで、サバイバルミッション。そうですよ、こっからっすよ。いけますよ。そして ART までたどり着きますよ。さあ、残りは7ゲームあります。さあ、今度は ART で決めてください。ゲーム数は1,200件。さあ、しかしこれが4回目、投資は現在32本、1,600枚です。レギュラーか。あ、ビッグだ。さあ、ビッグボーナス3回目、スコップでいきます。見とってくださいよ、今回はビシッと決めますから。これ CB の後チェリー、チェリーじゃないか、なんか そして通常ゲームは1000点以上回したんだ。一回ぐらい見せてくれよ。ランカップ赤を抜いた。ここはチャンスだ。狙い狙う。よし、決まった。これです、これでステージリーダー。やっとお待たせしました。本当にすいません、長らくお待たせしました。もうこのボーナス ART だけでは本当にやめようと思っていましたから、あとはしっかり ART をつないで1000
2600枚当たり返せるかどうか、大変高かったですね。すいません。マー君ありがとう。あなたのおかげ。3時間かかりました。はい、これがスネークイーター作戦。残念でした。しかしここからはコンティニューゾーンに入ります。このコンティニューゾーンはですね、ボーナス終了後のサブシスタンスゲームと同じく、ここで当たれば ART 復帰、しかもコンティニュー状態になりますので、相手のゲージを減らしたまままた ART がスタートするので、ここで当たれればチャンスなんですよね。1セット目クリアのそういうゾーンになります。コンティニューに期待します。あなたが任務を失敗したら私もただで済む。これで投資が現在1600枚、投資コインの方はまあ300枚ほどありますね。なので追う枚数は1300枚です。これはもうメタルギアソリッドじゃないです。ちょっと移動します。はい、パチスロ好きの皆様こんにちは、シーサです。今回皆様にご紹介させていただきたいのが G&E ビジネススクールです。三強フィールズの共同出資、業界就職を目指す唯一の専門スクールなんです。さらに今ならなんとですね、完全就職保証制度と10年間の確かな就職実績がついてくるんです。詳しくは G&E で検索。皆様の資料請求をお待ちしております。さーてと、まあ今回は生放送ということで、朝一こう ART 中もしっかり展開があって楽しめるような、そんな機会を打とうと思ってメタルギアストリート行きましたけども、正直厳しかったですね。ボーナス当選が4回、そしてようやく ART は迎えられましたけれども、結局 ART までに1600枚使って、その ART も1セットで終了と。もうここは続行するわけにいきませんので、さあここから2機種目どうするかというところでございます。素材的にはもうちょっとこう白熱したような実戦に持ち込みたいなという気持ちです。どうしよう。47ゲームでジャッジメント、218ゲームでジャッジメントでしょ。200ゲーム、まだ時間あるんで、ここはちょっとハーデス勝負いきましょうか。ハーデスいきます。どうなるか分かりませんが、もうここは時間もそんなにたくさんはないですので、分回していきます。アラバゴとハーデス、さあどういう結果になるか。590円の節目の回、590話の締めの回、ちょっとメタルギアソリッドいいとこほとんどとか全くなかったので、まあ当然このまま締めの回を終わらせてしまえば、素材的にも乏しくなる、編集上もですね、やっぱりこうどこに重きを置けばいいのか分からなくなるので、なんとか店を残したいという一心で来ました。さあもうしばらく、すいませんがお付き合い願います。持ち込みで当たれたらいいな。そう、まあ、適当というわけじゃないですけど、
これ大丈夫かな、ハーデス座ったけどなんか不安だな。おさあここで中断機なのはチャンスとなります。まだ手元にはメタルギアソリッドの持ちコインがありますので、なんとかここでジャッジメントと行きたいですね。おう追加投資はありませんでした。持ちコインで当てました。ラッキーここなんだよ、ここペロスも回避した。さあここでペルセモネ、1600枚でしょ。そうですね、600ゲーム乗れば勝ちますね、600ゲーム。さあここは落ち着いてしっかりしっかり3桁は確保したいですね。なんとか上げてきました。なんで上がらんのそこ。100ゲームスタートでゴッドゲームは始まります。そうですね、まあ、なんとか攻めてるポイントに当てれて100ゲームスタートだったので、まず当たりが引けてホッとしました。しかし投資は1600枚、もちろんこんなもんじゃ全然足りません。あっという間ですね、もう残りが32ゲーム。まずいパーレスは好きです、大好きです。しかしこの問題はちょっとですね、ジャッジメントチャンス。なんか今ごっちゃになってしまいました。しかしここは右上がりきれながらジャッジメント飛んで、これでループストックのチャンス来ましたよ。よし残り26ゲームでした。これは助かった。このジャッジメントはかなり大事ですよ。何もなければループストックにももちろん機会の持てない状況でしたが、これでループストックチャンス、さらにはコネラを上乗せ、チャンスが広がりました。そして2つ目はヘルベロス。よし20ゲーム。さあこの20、大事な大事な20、これで60ゲームです。これ結構大事ですよね、中段。70ゲームで。よし、来た！超えた！上の手は100ゲーム超えました。120ゲームの上の手です。はい、いや、十分でしょう、ケルベロス120ゲームは。さあ、これで残りゲーム数は144ゲーム。復活しました。まだ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 終わりませんよ。98目の声。そして会場に行く生放送、楽しみはここからだと思います。今日はさあラスト1ゲームです。後乗せはあるかな。あ、この手70あった。これは嬉しい、ラッキーだ。よし、70あった。まだ終わってなかった。
珍しいですね、70。あ、新しい70は珍しいですけどね。中央線、さあ残りはこれで120、徐々に、あーです、もう面白いところがね出てきましたね。これがハーです、面白い、いけるぞ。何が大事かって、ここで高確率にいる間、高確率にいる間に出会ってきてるかどうかですよね。1700枚ちょっとという感じですかね。まあしかしなんとか投資の1600枚は上回ることができたので、よかったと思います。あとはループストックがあるかどうか、ここはしっかり回して終わりたいと思います。なさそうです。25ゲーム、でも手元には1600枚以上のコインで残しておりますので、
今日はこれを交換して、まあ、なんとかで若干のプラスではありますけれども、今日は勝ってこの生放送は締めくくりたいと思います。これで30ゲーム消化です。はい、というわけで、今日はこちら福岡県筑紫野市の司筑紫野店さんから街道日記第590話公開生放送を行ってまいりました。本日は、私審査の生放送これで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、実践終了でございます。今回の節目の回は朝から街道日記生放送との同時進行ということで行ってまいりました。結果の方はですね、最初はメタルギアソリッドスネークイーターに座りまして、 ART 当選まで結構時間がかかってしまったために、総投資は1600枚と広がってしまったんですけれども、2機種目アナザーゴッドハーデス持ちコインで AT を引き、そしてその1回の AT で投資分を上回る獲得ができまして、最終交換枚数がこちら1714枚でしたので、今日はプラス114枚という結果で、なんとか勝つことができてよかったです。そして生放送は限られた時間の中での放送なんですが、まあ、その放送の中で取り切ってプラスを残せたというのも非常に嬉しかったなと思います。はい、というわけで、今回は第590話締めの回これで終了となりますが、いよいよ次の締めの回は第600話という大きな節目になっております。次の筑紫野実践第600話という大きな節目、今日以上の結果が出せるように、そして今日以上に見せ場のたくさんある実践ができたらなと思っております。以上、審査の街道日記第590話でした。次回の街道日記は、伸びない AT、周りとの違い、劣勢に立つシーサが見出したものとは、一体。次回、シーサの街道日記、第591話、大切なもの。次回もよろしくお願いいたします。